南アメリカと南極の間にあるドレーク海峡戦車図法で見たドレーク海峡。ドレーク海峡は南アメリカ方音岬とサウスシェトランド諸島との間の海峡。南極海の一部でもあり、世界でも最も荒れる海域の一つ。ギネスブックで世界一のの広い海峡として認定されており、最強部でも約 650km ある。名前は イギリス人の主略船の船長で探検家のフランシス・ドレークにちなんで付けられた。1578年、ドレーク船長が南太平洋で暴風雨に遭い、ホーン岬付近に漂着した後大西洋へ出たことから、この海峡の存在が初めて知られた。それまでは、笛ゴ島は未知なる南方大陸の一部と考えられていたため、マゼラン海峡が 大西洋と太平洋を結ぶ唯一の海峡と考えられていた。ドレーク海峡を最初に公開した公的な記録は、オランダ人、ミレムス・ホーテンが船長を務めた1616 16年の公開とされている。海峡の南、南シェトランド諸島と南極半島との間には、ブランスフィールド海峡があり、その周辺は南極観測基地のオめッカである。ドレーク海峡を含む、 南緯60度付近はいつも荒れているため、シュレキングシックスティーズと呼ばれる。年間を通して温帯低気圧の通り道となっており、陸地が全く存在しないために、強風や海流が遮られないことによる波浪の発達が著しい。ドレーク海峡、ありがとうございます。